年を追うごとに髪質は変化し、顔の印象を大きく左右します。ある調査によると、25から59歳の女性が抱える髪の悩みでダントツだったのは白髪。白髪一本でも急に老け込んだ気がしてしまうのが女心です。気になっているけれど、正解がどうもわからないという健康や美容の疑問を医師が解説する連載。今回のテーマは白髪です。白髪は老化現象の一つですが、遺伝やストレスなど原因は様々、もう年だからと諦めがちですが、増やさないための予防策や白髪は抜いてもいいのかといった正しい対処法を佐藤隆医師に教えていただきました。そもそもどうして黒い髪が白くなるのでしょうか？髪が黒々としているのはメラニン色素があるからです。メラニンは黒い色素で、髪だけでなく肌や瞳の色もメラニン色素の量によって決まります。髪が生成されるのは、頭皮の奥にある毛根の毛球部。毛母細胞が髪を作る工場で、そこに隣接しているのがメラニンを作り出すメラノサイト、色素細胞です。メラノサイトでメラニン色素が作られていれば、髪は黒々としたまま成長。しかし、何らかの原因で機能が低下すると、メラニン色素が作られず白髪となるのです。生えている髪が途中から白くなってしまうことも。これは、成長途中でメラニン色素が急に作られなくなったからです。では、なぜ黒い色素を作るメラノサイトの働きが鈍くなったり、休止してしまったりするのでしょうか。解明されていないことも多いのですが、大きく4つあります。1つ目は、加齢によって機能が衰えていくため。2つ目は、遺伝的要因です。近年の研究で、メラノサイトの作用を抑える遺伝子があることが分かってきました。10代や20代でも白髪が生えてきている人は、遺伝的要因によるものかもしれません。3つ目は、細胞の活動を維持するための栄養が不足することです。偏った食生活も白髪の原因になります。4つ目は精神的ストレスです。ストレスは万病のもととも言われますが、メラノサイトにもダメージを与えると考えられます。自律神経が乱れ、血行不良になり代謝が鈍くなって機能が低下してしまいます。